ニーを開催開始いたします。よろしくお願いいたします。まずはじめに三神社総大長をご紹介させていただきます。豊置神社お失礼いたしました。清流神社総大長山崎春夫様、続きまして、豊置神社総大長渡辺圭一郎様、続きまして稲荷神社総大長小頭博之様、この度の実行委員会実行委員長挨拶山崎春夫より一言よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。昨日今日と健康に恵まれて本当に良かったと思っております。いよいよ今日は市政35周年、記念と新庁舎の竣工式典ということで、2つのご掲示が整ったわけでございます。この三神社のですね、ここに鎮座しておりますみこしの渡御は浦安市始まって以来のことでございまして、おそらく皆様方もですね、いつかこういうことができたらいいなという思いでいっぱいだったと思いますが、これもですね、実は昨日も申し上げましたが、浦安市長松崎さんのですね、熱い思いとですね、本当に熱い熱意の中で私たち三神社の総大長に、お願いに来まして、そして我々総大が総大長が総大の皆さん方と協議をし、そして世話人の皆さん方にも了解を得ながらこのような運びになったわけでございます。特にこれから神輿を担ぐ清流神社のですね、祭営会の皆さん、そして獅子仏寺の皆さん、そして東組連合の皆さん、そして西組の皆さん、そして東大島にあっては東映会の皆さん方のそれぞれの神社のですね、神輿を守っていただいている方々のご協力があってのことだろうと思います。とにかくこの素晴らしい啓示にあたりまして、本当に私たちも実行委員会としていろいろと心配りはしてるんでございますが、なかなか皆さん方にですね、増え来た起点が多々あろうかと思いますが、このご啓示に免じてお許しをいただきたいと思っております。これから御輿の渡御が始まります。浦安市のますますの発展とですね、今いろんなところで大きい災害があります。その災害にもですね、やはりこの渡御によって大難が小難になるように、そういう思いで皆さん方にも担いでいただきたいなと。そしてとにかく浦安市始まって以来のですね、御輿の渡御でございます。今日は主役は今日来ている皆さんです。皆さん方でこの2時間半にあたりまして、この御輿の渡御を楽しんでいただけたらと思っております。本日は誠にありがとうございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして、浦安市を代表してご挨拶いただきたいと思います。正木市長よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。いよいよ三者合同の祝い渡御の時間がやってまいりました。昨日の夜の御霊入れ、浦安始まって以来三者の宮御輿が5基勢ぞろいと、まさに壮観の一言で昨日の夜を迎えました。今実行委員長を組んでいただきまして、清流神社の山崎総大長からお話がございましたけれども、今年はとりわけ、そしてこの6月はとりわけ35周年の町から市になって35年経ちました。本来であれば30周年を5年前に祝う予定でしたけれども、ご承知の通り東日本大震災の被災に私どもの浦安市も62年ぶりの激甚災害に見舞われました。あれから5年、
もう少しで全ての復旧復興が終わります。でそういった復旧復興に目処が立った、そしてまた震災の折災害対策本部になりきれなかった庁舎も生まれ変わりました。今日竣工式を先ほど終えたばかりです。作りました新庁舎、これから100年対応の新庁舎を作りました。そういった意味で2週間後に迫っています三社例大祭の本祭り、当初はその都業に新庁舎にお越しいただいて、これから100年の浦安の安寧と発展を祝っていただけないかというのが本来でした。山崎総代長からは大事な宮神輿を外に出すことはありえないと厳しく叱られましたけれども、結果としてそれぞれ三社の総代長の皆さん方、そして今お座りの各神社の総代の皆さん方、世話人の皆さん方、そして何よりも若衆の皆さんたちが担ごう担ぎたい夢だと、そういった熱い声も市役所に寄せられまして、そして今日迎えることができました。私からはただただ関わった皆さん方に感謝の一言でございます。今いろんなことが起きています。そして本来の祭りの原点が祈りと願いだと思っています。皆さん方の浦安が大好きな皆さん方の祈りと願いが今回の三社合同祝い投票に通じますよう心よりお祈り申し上げますとともに、関わる皆さん方に重ねて感謝を申し上げまして、お礼のご挨拶にさせていただきます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございました。続きまして、この度の三社合同の実行委員会を、メンバーを紹介させていただきたいと思います。まずはじめに実行委員会会長山崎春夫様、副会長中丸副市長、続きまして委員のご紹介をさせていただきたいと思います。田口、清流神社総代、野崎清流神社総代、新井清流神社総代、同じく渡辺圭一郎様、豊家神社総代長でございます。続きまして山崎豊家総代、続きまして大塚豊家神社総代、続きまして小頭、稲荷神社総代、総代長、続きまして榎本稲荷神社総代、続きまして石井稲荷神社総代、続きまして浦安市自治会連合会会長であります佐久間様、よろしくお願いいたします。続きまして浦安市婦人の会連合会会長大塚様、続きまして浦安市老人クラブ連合会会長小田様、続きまして後ろの方でですね、お囃子をですね先ほどからやっていただいております、杉山徳夫様、が後ろの方でお囃子の方をやっておりますので、こう拍手の方よろしくお願いいたします。この他にも、浦安市商工会所の会頭の柳井様等々いらっしゃいますが、本日式典出席のためにこの場でいらっしゃいませんが、ご紹介のみとさせていただきます。以上のメンバーで、今回の、三社合同の、会議をやっておりましたので、今後ともよろしくお願いいたします。続きまして、この度の三社合同の若衆の代表を紹介させていただきます。代表は、ご登壇お願いいたします。まずはじめに再栄会会長宇田川博之、続き
まして、獅子組会長内田秀樹、西組会長熊川直弘、続きまして東組連合会長宮崎俊人、続きまして清流神社を飾る会代表長野勝彦、和菓子の代表が揃ったところで、すいません、大変申し訳ない、すいません、東映会会長大塚康夫、すいません、本当申し訳ございませんでした、殺されますね、和菓子の代表が揃ったところで、本日の渡御前の注意事項を稲荷神社総代長であります小頭博之様から、諸注意を、読み上げていただきたいと思います。よろしくお願いします。ただいまご紹介いただきました、稲荷神社の、総代長を務めます小頭です。本日の渡御はこの浦安の歴史に残る渡御になると思います。そのために、我々、実行委員会から皆様に、お願いがあります。また注意事項、聞いていただきたいと思います。一つ目に、担ぎ手の皆さん、堀江の、清流神社は西栄会、獅子仏飾る会、猫種は豊受神社、東組連合西組、東大島は稲荷神社、東栄会の神社若衆の、指示に従って渡御、をお願いいたしたい。および、神社総代世話人の指示には必ず従ってください。安全に今回の渡御が、進むようにご協力をお願いいたします。二つ目に、喧嘩はご法度です。万が一、喧嘩があった場合は、その場で、渡御をやめます。三つ目、飲酒、アルコールですね、これは、絶対禁止です。並びに、タバコの吸い殻は絶対道路に捨てないでください。4つ目、神輿の上には絶対乗らないでください。いかなる理由があってもダメです。5つ目、絶対に裸にならないでください。6つ目、神社の、宮神輿は、先人たちから受け継いだ大切な宝物です。地すり、などありますが、神社神輿を大切に、扱って担いでいただきたいと思います。7つ目、本日は、浦安市長の、市民の皆様や各町会氏子の皆様が担ぎたいと、思い参加している方が大勢います。神社若衆の指示に従い、全員が楽しく担げるよう速やかに交代して、一人でも多くの方が担いで、もらえるよう配慮をお願いします。担ぎ手の皆様もぜひ、ご理解ご協力をお願いいたします。市長がなんか、市内で、市民の皆様に、渡御に参加したらということでいっぱい声かけていると思うんで、中には普段着で飛び込む人もいると思います。そういう方がいたら、履物だけは脱がすように指示をしてあげてください。8つ目、休憩所での飲み物、空き缶、タバコの吸い殻、は必ず責任を持って、ゴミ箱へ捨ててください。9番目、今回の渡御は浦安市市政35周年と新庁舎竣工のお祝いの渡御です。そのことをよく理解していただき、皆様と共に浦安市の繁栄と浦安市民の平穏を100年先まで続くよう記念しながら楽しい渡御になることをお願いいたします。以上をもちまして、注意事項とさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。小頭さん、すみません、その場で言っていただけますか。締めということで、
豊家の、渡辺総代長前の方をお願いいたします。頑張ります。今ご指名いただきました豊家の総代長を、拝命しております渡辺でございます。指示に従って皆さんで一本締めを行いたいと思います。ではご唱和よろしく。前の方はご起立お願いいたします。よろしくお願いします。では今回のお祭りをとことん心の行くまで神輿を担ぎ投げしたいと思いますので、皆さんともに元気で参りましょう。いよありがとうございました。どうも、それでは各神社の若衆の会長の指示により神輿を蔵出しをしていただいて。